これはちょっと貼ってと言ってください。でまあ、あの家の中で遊んでもらえれば遊んでもらえると言うんですけど、はい、その遊びの中にね、はい、リハビリテーション、別にどこも悪いわけじゃないんだけど、はい、例えばさ、足が痛いとかね、はい、腰が痛いとかね、はい、そういうことが出てきたらリハビリテーションをしなかんときもできるんですよ。はい、リハビリテーションってね、はい、よく使う消炎鎮痛剤に匹敵するぐらいの働きがあるんですよ。あ、はいはい、で、まあ、一番のリハビリテーションはゆっくり歩く。はい、でここで 歩けないから雨の日だからできないから、はい、まあ、これはちょっと飛ばして、はい、その次に3本足立ち。あ、はい、多分話したことあります。いや、聞いたことないです。あ、じゃあ、要は、はい、立った状態にして、はい、ね、1本だけ持って残りの3本で立つ。手でも、そうそう、持ってあげる。人間が持ってあげる、はい、でこれが一つのパターン、はい、でこのパターン、はい、でこのパターン、はい、でこのパターン、はい、でそれぞれ、はい、あの、まあ、最初から長くしなくていいんだけど、最初は1秒でいいんだけど、はい、やれたら10秒ぐらい、あ、はい、うん、3本足ですね、はい、だ今度それができたら今度2本足立ち、はい、2本足立ちじゃん、右側だ、はい、左側だ、はい、前だ、あ、はい、後ろだ、はい、これもやっぱ1から10秒だ、最初は短いですか、はい、ガンガン、はい、それから階段、あ、はい、階段の上り下り、はい、上ったり下りたりをゆっくりね、あ、はい、早いとダメ、意味がなくて、ゆっくり登ってなれると、こうゆっくり登ると関節の可動域のことをロムって言うんですけど、はい、その関節の可動域が広がってくるんですよ、はい、登るときにしても、はい、降りるときにしても、はい、じゃあこれはもし階段あればゆっくり登ったりみたいな、はい、それからあとは、まあ、この子はちょっとバランスボールは難しいと思うんだけど、はい、あのバランスボールとかクッションとかね、はい、あのちょっと床が安定感がないところで、はい、これ4つ足で立つ、あ、はい、うん、何かお腹に挟む方がいい、いや、挟まなくて、だからバランスボールもその最初から空気パンパンなやつなんですよ、はい、空気少なめのやつで、あ、はい、だってそういう安定感がちょっとないじゃないですか、で、はい、そういうところで頑張って立つ、はい、だからこれも1秒から10秒ぐらい、あ、はい、うん、だからちょっと最初は支えてあげなきゃいけないと思いますけど、はい、そういうバランスの悪いところで立ってると、はい、ここの体幹の筋肉、はい、これが鍛えられてくるから、あ、なるほど、はい、うん、特に年齢とともにここの筋肉ね、腰の両、はい、横の筋肉が落ちてきちゃうんですよね、はい、だからちょっと最初は支えてあげながら短いところで、まあ、全部これあれですよ、始める前にハンドフィールディングしてご褒美あげて、はい、でやって終わったらご褒美、はい、少しでいいですからね、はい、前後にご褒美を褒めるを挟みながらね、はい、やってあげるというか、それからまああとはもう実際にさ、はい、関節を、ま、あの、はい、手首の関節を曲げるだけじゃなくて、はい、伸ばすの、はい、肘も曲げる方だけじゃなくて伸ばすの、はい、ワンちゃんの方が全然伸びますからね、関節、あ、はい、うん、肩もあの前方の方と後ろの方と、はい、後ろ足もそうです、はい、だから各関節の曲げ伸ばし、はい、走ってると結構肩甲骨っていうとしなってるんで、そうそう、でワンちゃんの肩甲骨本当 の肩も動きますので、はい、これを一気に全部やろうと思わないで、はい、今日はこんなけど、まあ、これはちょっとないから、はい、歩けるときはまあゆっくり歩いてもらった方がいいんですけど、はい、今日はこの2つとかね、あ、はい、まあ、今日はこれだけとか、まあ、その人によって変えてってね、はい、これを遊びの
一つに加えてもらえるとよりいいかなと。はい、これできれば。で、まあ、もちろん遊びは、あの できればやってほしいのはボール投げして加えて持ってくる、はい、ボール投げして加えて持ってくる、情報を上げながらね、はい、それとあとあの今ないけど引っ張りっこでこう引っ張りっこするんです、はい、やってますよ、ね、やってますで、はい、適当なところであの、オフって言って止める、はい、で止まったらご褒美上げて、はい、でまた引っ張りっこして、はい、興奮してきたらオフって言って止める、はい、でご褒美上げて、それ どうせ引っ張りっこするならオフもやってほしいんですよ、ね、はい、ボール投げとその引っ張りっこ、ね、はい、で引っ張りっこにオフを入れると、それは遊びに入れてほしいし、売れてたよって言って、うん、そうで全部そう、あの、どの項目もさ、だから遊びの時も絶対ご褒美あげて、ええ、うん、おやつあげながらね、ええ、おやつは別に普通のフードでいいわけなんでね、ええ、うん、おやつだよでやめてやめるだからそれはそう、あの、雨でね、あの、あんまり外行けないとかね、そうそうそう、あんまり暑くてちょっとこれはやめといた方がいいなって時はお家の中でそういうのをちょっとやっていただけると。わかりました、うん、あのやっぱ、ね、このサイズの椎間板ヘルニアとかね、変形性骨関節症、椎間板ヘルニアもその変形性骨関節症で出てくるケースが、ね、年齢とともに出てくるケースが多いんですよ。あと肘ね、股関節とか膝とか大型に多いんで割と。だからそうなった時にやる治療はまずは痛い時は絶対安静にして痛みを取る治療、はい、ね、抗菌注射とか抗注射とか飲み薬とかでね、はい、痛み取るわけなんですけど、はい、で痛みが和らいだらリハビリテーションやる。だけどもうそういうのになる前からそういうのを慣れてくれてればね、あ、なるほど、やりやすい。そうね、そう、もう今でも腰抜かしか膝崩れが、うん、だから今のところだからさっきの最後のバランスボールの上に行ってきて、バランスボールじゃなくて座布団でもね、はい、いいんですよ。ちょっと安定感のないところに4つ足で立ってもらえれば。わかりました。ちょっと工夫して、ね、そうですね、そういうのもちょっと足の中に入れてみてください。はい、わかりました、はい、ありがとうございます。じゃあご飯はすみません、ちょっと1キロしかないんで3キロ用意しておきますんでね、まだ、はい、はい、確認してみます。はい、はい、じゃあお薬は3週間分でね、はい、ありがとうございます、はい、お願いします。